お疲れちゃんです、ラットです。ってことで今回もねクラッシュライルやっていくんですけど、今日はね、シーズン終了近いので、生マルチの方やっていきたいなと思いますね。ということでラム神器、はい、今このねプロフになってる神器デッキで、これですね、はい、マルチやっていきたいなと、思います。まあ今シーズンいろんなデッキ、まあ、ちょくちょくやってきてますけど、まあちょっとラム神器、まあ、練習したいっていうのもありますし、まあ環境強いのかどうかわかんないですけど、まああのボムタワー系がね、やっぱエリゴレに対して強いっていうので、エリゴレがやっぱまだいて、まあボムタワー系高回転ウォールブレーカーがちょっとしんどいんですけども、まあまあ絶対勝てないっていうことでもないので、なんかたまにディガーを無視しないといけない、ウォールブレーカーディガーとかを無視して、まあ、攻めないといけない場面をしっかり見極めれれば、毎回守って攻めたりしてるとなんかね、毎回ちょっとずつダメージ受けて、攻めきれないみたいなところがあるので、まあ、そこのねダメージをあえて受けるシーンとかを、しっかりな判断してウォールブレーカーにはね勝っていきたいかなと思います。で今ね朝動画撮ってるんですけども、あの今7時半ぐらいかな、あの朝5時ぐらいに今日家出て、あの彼女のことね最近までずっといたんですけど、彼女があの岡山に帰るっていうので、朝6時のね新幹線乗って帰るためにもう家5時ぐらいに出てね、そのわざわざ駅まで、見送り行って、でもうなんか見送り行く途中にもう急いでるのに、なんか電車がなんか遅延かわかんないんですけど、なんかね15分ほどこの電車は止まりますので、お急ぎの方は、ホーム逆サイのねなんか乗り換えくださいみたいなので、もうバタバタするし、でまあ見送って帰りには帰りでね、まあ、やっぱちょっと遠いんで駅まで40分50分かかりますので、頑張って帰ってきましたけども、まあ眠かったんでね、やっぱ朝なんで、あの寝てなかったんですよね。だからもうすっごい眠くて、すっごい眠くて眠くて、辛いですねこれ。ちょっと眠かったんですけども、まあ彼女にもね、やっぱ月1でしか会えないっていうのはなかなか辛いですから、僕もね。そう。やっぱせっかく会ってた時を大事にしないといけませんから、お前なんでだよ。やばい。はい、って感じで、帰りもね、寝て、起きたら、駅着いてて、慌てて、なんか立ったら頭打つわ、なんか、そこのね、僕の周りに着く前に、なんか、2駅ぐらい寝てないのに、駅過ぎてるわ、なんかちょっと散々なんですけども、まあね、ちょっと今帰って、動画、今日の動画撮ってないやと思いつつ、今動画撮ってますね。で、相手は、ちょっと何も考えてなかったんですけど、ペッカスケラですね。はい、来ましたね。ペッカスケラちゃんですので、で、ワンチャン、フリーズかと思ったんですけど、ポイズ打ってましたね。はい、これはカウンターになるかなと思うんですけど、ファルチがいますので、ここは一回攻め切らないかな。相手はどうせペッカ受けもありますので、ここは正直ステイの、こっち側にインドラ出して、ペッカ来たらそのままアイゴレで釣るよって感じのイメージを持っていきます。で、来なければ来なければで攻めて、こっちのファルチは軽く抑えて、そのままね、左側に。相手はエレクトロウィザーがどこ多分いませんので、インドラがね、結構きつめの、きつめシアンだと思われます。よいしょ。ですので、インドラをね、いい感じに攻めで使っていけるといいかなと思います。で、相手がするとしたら、ハシマイダックプリスケラなので、ランバー構えて、止める構えしつつ来ないので、逆サイにプレッシャー、で、オーブン壊すようなマジアチャで、ランバー乗せてあげて、まあ、ランバーインドが単純にね、相手はきついかなと思います。でも、これはね、ペッカが出るか、ファルチが出るかで、まあ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 、U の追加してもよかったですけど、まあまあまあ、美味しいですね、これは。相手はコストないのに、おーし、さらに突進。これ勝ちましたね。はい。これはこのまま受けつつ、相手は今ここスケ、攻めてスケラでダメージ与えるしかないと思いますので、ここしっかりね、防衛して、このままね、もう最後攻めれば勝ちではないかなと思います。まあ、ここはペッカで受けられるかな。あ、でも、それを抑えたらコストがありませんので、まあ、とりあえず使ってくれるとありがたいんですけど、よいしょ。これ、居抜くよ。いや、めっちゃいい取るね。あ、でも、これは相手オーブンですね。オーブン受けてきて、
まあまあまあ過剰に防衛するでしょうといったところで、まあ一個つきたいですね。で、ケツマジアチをした時に、スケートラッシュがね、止まらないので、マジアチは避けたくないというところで、ああ、端前止めてくるの分かってますね。さすがですね、それは。まあこう低めで受けつつ、まあまあまあ、でもこれはね、焦る必要がないですね。雪玉もありますので、まあ、あとマジアチが強いので、OK、レイジでいい感じに守れて、そしてね、たまたまですね。たまたま逆サイドがいい感じになっております。ここはね、アイゴレで止めて、マジアチで射抜くという、こういうね、ちょっとおしゃれなこともやっていくよ、という感じで、フィニッシュ !OK! って感じですね。ですので、今ちょっと疲れてるんですよね、僕。はい。だから、ちょっとね、出だしプレイ、ちょっとカスだったかもしれないんですけども、そこはね、ちょっと、お許し願いたいなと思います。はい。という感じで、まあ、彼女と来てましたけども、やっぱ楽しいですね。ちょっと久しぶりっていうのもありますけど、まあ、まだ次は1ヶ月とかかな。遠距離恋愛多分したことある人は少ないと思うんですけども、まあ、なかなか大変ですよね。はい。まあ、その他もろもろ。まあ、大変なんですけども、やはり普段会えない分ね、たまにこう会えた時のね、てかもう会えるっていうことが当たり前ではないので、何言ってんのこいつってなるかもしれないですけど、今日の動画ね、ちょっとそう、もう会えること だけでもね、もうすごい嬉しいんですよ、マジで。これはね、はい、もう遠距離愛の人とね語りたいですね。もうそうなのよって、本当ねーってもうねお話ししたいですもんね、もうすごく。はい、というわけで、相手の方は日本人ですね。別にお酒とかも全く飲んでないし、今ね。うわお、なるほどね。これ引きこもりロケットデッキですね。はい、ただただ眠いだけですので、私はね。はい、これ多分ファルチかアイミズじいちゃんがあると思いますので、まあまあまあ、焦らず、これインディーで溶かしつつ、ここはね、ラムライダー乗っけて、これきついんじゃないの？これだと雪玉打たずに、U の追加にしようかな。お。うん。で、これ走らせるけど、多分バルキリーがあるから、でもコストがギリない。出た。これなんすよね。というわけで、まあ、防衛硬いんですけど、まあ、絶対勝てないこともないと思います。受けがやはり、結構きついと思うので、僕的にはね。でも防衛クロスから入られると、なかなかね、むずいかもですね。インドラ、受けがやっぱ透けしかないので、インドラをいい感じに通すか。よいしょ。まあ、こういうことですね。これなんですね。なんで、アイゴレ、インドランバーの、まあ、ラムを毎回繰り返して、クロスは壊したいですね。で、真ん中ワンチャンテスラですので。OK。これラムライで飛ばしたいけど、まあ、OK。ここはね、クロス壊せれれば、次のね、相手の攻めには繋がりませんので、まあまあまあ、トントンと。防衛クロスされて、ロケット削りされるのが、もうね、泣きたくなるんですよね、マジで。ここは、まあまあまあ、ダメージ稼ぎので、ここは、バルキリーで受けてくるかな。バルキリーで受けられるの嫌なんですよね。あ、でもこれ、トレネで受けられるのも嫌なので、U の追加して。おい、で、U のピピピ。まあね、まあまあまあ。落ち着いていくよと。で、相手はまだクロス残ってます。ロケットもあるんでね、無理にね、ユニットを重ねられないんですね。ですので、インドラを、まあ、ロケット回避、そしてテスラとかもし出た時に壊せるようですね。オッケーオッケー。オッケーオッケー、いいよ。で、このままインドラがクロス焼いてくれて、オッケー。まあ、真ん中インドがクロスに対してはね、結構強いかなと思います。まあでもタイブレーカーですので、僕もね、どうにかね、勝ち切らないといけないっていうのはね、このゲーム中、そう、ルールがね、変わるみたいですね、クララは。なんか、この延長の、今この時間は2分じゃないですか。で、もう1分経った、残り2分ぐらいからかな。なんか3分になるみたいな。で、3倍、トリプルエリクサーになるみたいな、言ってましたね。って感じなんですけど、トリプルエリクサーになって、そう、もうゲーム自体、試合自体が、クララは、5分になるみたいですね。今6分なんですよね、最大が。それがもう5分になるみたいな。って感じなんですけど、マジで。まあ、こんなこと言って負けちゃいそうなんですけど、まあ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 。まあ、諦めるでないぞという感じですね。よいしょ。あ、マジアチがたまたまダメージ稼いで美味しい。あ、言うの？あ、僕、左狙ってるんですよね。
相手が攻めた方の逆サイですので、こういうケツマジアチャとかに対して相手はロケット打ちたくないっていうので、僕はずっとね、左側狙ってるんですけども、これインドですね。で、まあ、バルキリー受けしてくるかな。これちょっとマジアチャ残る、クロス。あ、やばい。このマジアチャやばい。ゴワード上げた。これね、攻めクロスきますね。チキ。まあそうなんですね。まあ知ってるんですけど、別に。よいしょ。で、ここはマジアチャでタグ取りつつ、削っていきます。OK。このマジアチャですね。このマジアチャでクロスボウを処理できると、OK。ふう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 って感じですね。で、マジアチャは今のはね、すごい良かったかなと思います。うわー、これちょっと、厳しゅうございますね、なかなか。ワンチャン攻め取るのとかもね、ちょっと怖いですね。で、これをまたマジアチャで、射抜いていく感じですね。はい。これの繰り返しですね。よいしょ。で、まあ、しっかり受けつつ、OK。で、左側もちょっとダメージ入ってますので、OK。あれね、ちょっと狙いたい。これ右側にバルキリー裂きたいじゃん。でも、これ左側にね、マジアチャ出して、OK。ここのね、防衛クロスはね、正直ありがたいですね。OK。で、悩むところなんですけど、左側にちょっとプレッシャー与えたいんで、OK。いいっすよ。ダメージ追いつきましたね。なんか、多分みんなね、ラトモレ負けるんやと思って、僕もね、ちょっと、今回負けたのかな、みたいな思ってたんですけども、ワンチャンガーデンストーンみたいな。これね、マジアチャに抜くかすごい悩むんですけど、これ普通に考えて射抜くじゃないですか。だからこそ、今回一回射抜かないですね。一回我慢します。いや、警戒せんのかーい。今のは絶対射抜くじゃんって感じなんですけど、誰もがね。これはでも、相手ロケット打ってアド取ってますので、行くっきゃないですね。行くっきゃないぜ。よいしょ。で、今バルキー出しても、チーヌよ。で、これは来ましたね。U の追加したら、バルキーないので、スケとかでしか受けれないんですよね。で、マジアちゃんもね、生きてますので、ビンゴっていう感じで、まあ、相手はロケ削りをしなければいけないですけど、やっぱその瞬間が、チャンスになりますので、今みたいな感じで、ね、アイゴレランバー、インドラに、ラムライダー追加していくと、相手はね、厳しくなるのかなと思います。まあ、その注意点としては、あれですね、相手もそのロケットで攻めた時のアド回収とかがやっぱ難しくなってくるので、たまにロケットで撃たずにね、やっぱ防衛クロスから入ってきた時に防衛ロケでね回収されることがあります。ですので、相手がロケット撃った後ならば重ねちゃっていいんですけど、あれもしかしてロケット持ってるかなと思った時にアイゴレランバインドとかラムライダーをこう同じ場所にね、固め出ししてしまうとロケットでね全部回収されてしまいますので、ファイボーとかでも。ですので、アイゴレランバーは端から出すけど、インドラは、タワーの真ん中とか、ラムライダー飛ばすのも、なんかね、同じ位置じゃなくて端っこに出したり、逆になんかね、インドラが外側に出すなら、ラムライダーは内側とかね、そんな感じで、スペルでね、巻き込まれて、一気にね、アド回収されないようにだけはね、気をつけてもらいたいなと思います。ということで、ラストね、勝って終わりにしたいかなと思います。若干早口になってる説あるんですよ。眠いんすよ。ただそれだけですね、本当に。もう眠い以外は何もでもないんですけど。まあ眠いし、お腹も空いたし、タピオカ飲みましたね。この状態何したのって多分コメントあると思うんで、もう先読みで言うんですけど、まあタピオカ飲みましたね、はい。JK かって感じなんですけども、タピオカ飲んで、ハニーレモンジュースのタピオカ液にしましたね。僕はゴンチャ。ゴンチャっていうタピオカのね、有名なお店があるんですけど、残念ながら岡山にないんですよね。びっくりした僕、だから、いいってなるんですけど、だからないとこにはないらしいんですけど、まあタピオカですね。タピオカ飲んだ。まああとは、なんだろう。まあご飯も食べたでしょ。なんか遊びに行きましてね、お台場の方に、東京来てたんで、東京お台場っていう場所がありまして、まあ結構ね、何でもある。マジで東京来た時に、意外とプランとか決めてないと、結構ガチめにすることないと思います、東京。なんかまあ何かしたいこととかあれば、何かここ行きたいとかあれば、全然ね、楽しいと思うんですけど、何もプランがないと、結構東京って暇なんですよね。
言ったら。でもそういう時におすすめなのがお台場ですね。お台場はね、あの真面目に何でもあります。しかも、あのクソ楽しい、何でもありますし、クソ楽しいってなんか美味しいな。まあ何でもあるからクソ楽しいんですけどお台場はねマジでねおすすめしますね。なんかショッピングモールみたいな大きいのも2つありますし、あの温泉もありますし、大江戸温泉っていう有名な温泉行ったことあるんですけど結構いいですね。もありますし、なんかジョイポリス、そのゲーセンで遊ぶ場所もありますし、マジでとりあえずお台場行っとけばなんとかなりますね、本当に。あのうんこミュージアムっていうのもありますしなんか光がなんかすごい、なんかね光のアートのなんかそういうのもあるんで、なんかねいろいろすごい楽しめましたね。ぜひお台場おすすめでございます。はい、これ真面目ですね。真面目ラッティン出ちゃってますけど今、ここ逆さ1回攻めてコスト使わせて、おい、これ射抜いちゃおうかな。でちょっとあのマジャチャ一瞬で処理されるの嫌なので、ここでもこっち側処理したいので処理して、あ、相手逆さ行きますね。これメガナイトファルチの形がちょっと厄介ですけども、あ、でもファルチ、あーやばい、カンプイチありました。これあれですね、メガナイト許容して OK、 あのここのダメージをねしっかり抑えていきます。 OK、右側まあダメージ受けてなかったので、今みたいにね、あの、メガナイト受けれなかった時に焦ってなんかね、変になるんじゃなくて、メガナイト受けれないやって感じで、もうね、振り切って、今みたいな感じで防衛すればいいかなと思います。で、ディガー拾いつつ、相手はエレキないので、インドラ無双だよねっていう感じですね。よいしょ。G ガチャ出して、まあ、こんな感じかな。結構いいんじゃないのかな、なんか。よいしょ。って感じで、まあ、3連勝ですね、はい。という感じで、まあ、今日のね、動画を軽くまとめると、お台場はすごいおすすめです。ぜひね、行ってみてください。というところで、眠いのでね、寝ます。人気ね、人気の方またあげますし、多分ね、今日から多分マルチ動画多めになると思いますので、よければね、シーズン終盤、多分僕、グロ一桁までいけるかわかんないんですけど、頑張りますのでね。はい、よければ見てみてください。チャンネル登録と、高評価の方もね、よろしくお願いします。では、お疲れ様でした。おやすみなさい。